どうも高井です。検索エンジン視野を狭めるって話をしたいんですけど、検索エンジンっていうのは自分自身の頭の中の知識、これを入力して検索ボタンを押す。そうすると知りたい知識が出てくる。で、中のページにはちょっと詳しい知識が載ってたりする。で、本というメディア何が違うのかっていうと、 CD あるじゃないですか。10曲ぐらいの入っていて、その中で一つの曲だけは知りたい。で、Apple Store からダウンロードしていく。そっちの方が今安いですよね。1曲だけダウンロードしていく。で、そうすることによって、その聞きたい情報だけは知ることができる。だけど、それって検索エンジンと変わんないよね。入力して知りたい知識だけ得たいんだから。本もそんな感じで、一つの知識だけ得ようとして読んでいると、結局は検索エンジンとそんな変わんなくて、視野が広がらない。だからまんべんなく読んでいくことによって、知りたい知識以外も知っていくことによって、あなたの視野は確実に広がっていくと思うので、そういう心構えでね、読んでみてください。それでは。